町田批判ってそもそもファール多い批判なのかプレー荒い批判なのかロングスロー批判ど,どれが一番多いのこれって まずそっからだよね、これね。基本その根っこに勝ってってムカつくもあると思うんだけど、洗いが多い。洗いなのファール数が多いなのファール数が多いから洗いなのそれともう数じゃなくてみたいな。ここら辺の根っこにはとりあえず今叩けそうだから叩いてるのはあると思うんだけど、僕が言われたのはファール数多いだろう、レオザみたいなあ。その俺が言いたいのはファール少ないって言ってないんだけど、それこそ多くないって言ったのはこれマジで言い訳じゃなくちゃんと言うと、他のチームがみんな1回とかしかファールしてませんとかなる中で待ちだらけボーンみたいな。 とかファールランキンンキグダトツ1位町田ですだったら多いって言いたいんだけど普通に他の試合少なくて広島戦多くてとか去年のスタッツだと別に普通でとで今年だと多くてみたいなこのさいろんな見方ができる時点で明らかに町田だけ言われるのおかしくねっていうもうこれはもう乗っかるし乗っかるというか肯定するしかないぐらい感覚値として人それぞれが町田多いってのはわかるけどそのこっちが言う町田がファール多いいいや多くないだって そントツ多いとか例えば1位で多いっていうのだったらまあそれ1位で多いでいいんだけどたださっき20チームとか18チームでやってんだったらそれ1位は出てくるよねっていう,そうだからこの多いっていう批判がまたここから先の話になるんだけどファウル数多いでそれがもうじゃあ1位で一番多いとしようなんかしら俺ちょっと今手元のデータないけどファウル数が一番多くて多いんだけどっていうそれがゲームに何ていうのかなその順位だったり勝敗に影響を与えてるとか。 こんだけ全サポーターのそういう部類の人たちから、全サポーターが言っててそういう部類の人たちから袋畳にされるほど明らかにこの多くてそれが上気を逸してるっていう状況ですかっていう話の話、俺が言ってるのは。で、こっから先なんだけど、ファール数多いのってそもそもね、そもそものね、じゃあこれでも納得しない人にじゃあもういいですよと、ファール数多いでいいですよと、そもそもファール数多いって言ってる人多いのってダメですかっていう <laughs>。 ファール数多いのってダメなのっていうサッカーにおいて。ファールが多くてダメな理由を説明できる人っているファールが多くてダメな理由言えるんすよ。ファールが多いことによって警告を受けたりとか、レッドになったりとかして人数が減る。町田が。町田にとってダメ。ならわかるよ。町田大好きな人が、 そんなにファール数多かったら警告が増えてチームが弱くなんだろう主力が出れなくなんだろうこれなら分かるよファール多いなって他チームの人からファール多くていっぱい取られててさ相手ボールになってんだったらよくない <laughs> めっちゃいい町田ファンだよファールが多いっていうの言ってんだったらそうで怪我人が増えるそれ相手チームだってあるからファールファールって数多いから怪我するんじゃないんだよファールの質で怪我するしそれが荒いって言われてるプレーヤーじゃん他のチームアクターやってないのかって話もあるしそもそも これね町田のファール数アフター数が例えば多いとかデータ出てるとしようよ俺データ持ってないからね今手元にただファールが多いことによってアフターがあることによって何があるかイエローカードレッドカードそれによって罰受けるの町田だからそれで1人退場して苦しくなって開幕戦勝ち点2を落として引き分けになってるのは町田なんですよだから町田が困るん、ね、でファールが多いのファールって何かっていうと戦略的判断だったり戦術的判断だったり技術的判断なんですよ 判断なんですよ。で、ここで紹介したいのは、この、昔、俺、このチャンネルでよく言うんだけど、あの、ハリルとアーセン・ベンゲルの対談の中で、日本人の哲学で変えれないことっていう話。これで、ビスっていうのが出てきたの。ビスって何かっていうと、サッカーのルールへの解釈。ビスっていうのは、ずるかしさとか説明されるんだけど、ベンゲルが言ってるのは、サッカーのルールを極限まで引っ張って、自分の有利になるように解釈すること。そこにネガティブな意味は微塵もない。だから、日本人って、ファールイコール悪にすんだよ。違う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 。あの 例えばロナウドとかさあのセルジロベルトに運ばれてそこから決勝点決められたクラシコでねファールしなかったらマルセロに無事ゲーたみたいなエピソードとかまあそういういろんなエピソードあるじゃんなんであそこファールで止めなかったみんなも言っとかなでしょだってあのロストフのさスーパーカウンターの時にさ何でルカクファールで止めなかったんだって人いるでしょだからファールを戦略的判断戦術的技術的判断としてやってるんだよだけどそのファールに対してサッカー界罰則作ってないんですかっていうファール何回もして3回目でイエローカードとかあるじゃん 悪質なファールしてイエローレッド一発あるじゃんそれ町田が悪質なファールしてるときにカードが出てないとしたらそれ審判のせいだしそのルールの使い方なの相手を怪我させるようなファールしてるのはそうだけど俺町田の試合今季から前期から今期まで見てるけどそんなんないよだってこの間の柴田のやつも芝田ボール失いました相手ボールになりましたボール行ってその時に一緒行ったけどあのぐらいのファールガンガンあるよそうだから ファールイコール悪ってしてる人が町田のサッカーイコール悪にしてるんだけどファールって判断だからその判断が悪質だったり相手の得点機会を阻止してる時にイエローだったりレッドになるんだよだから必要なファールってしなきゃいけないでそのファールに対して罰則をするのは審判なんだよでこの間の広島戦も町田ばっか取られすぎだって人がいたりとかいや町田取られるべきだっていろんな意見があるじゃんいろんな意見あっていいんだよこれによって起きるでしょ 町田のサポーター以外の人が町田ファールしすぎだしすぎだっつってこういう,うにムーブメントつくでしょそれによって何起きるかっていうと審判も人間だから印象操作されるそれによって町田がファール多くなったりっていうのが大事なんですよ <laughs> まさかここでみんな背中押されると思ってないみんなというかそのファール悪の方背中押されると思ってなかったけど必要なのそういうふうに言うことによって町田以外のチームは得するから町田が悪ってされるからじゃあ今度町田が何するかっていうと もう僕は町田のサッカー好きですから黒田さんのサッカー必要だと思ってるから必要なファールをするのはだから僕はこういう自分の影響力を使っていや必要なファールはすべきですよでも必要なファールを悪質にやったりとか悪いファールの使い方とかしたらイエローレッドで失敗するのは町田ですからそこは町田がそれを技術に入れてるってだけだからサッカーの、えー、町田のことを ま嫌いだったりとか自分のチーム勝たした人は町田のファールは悪だ町田はファールいっぱいするっつってそういうイメージ戦略を取ればいいんですよで町田を守りたい人だったり町田のサッカーいいと思ってる人はあのサッカーの技術としてのファールだから悪質なファールはしてないからデータ的にも町田より多いチームあるから FC 東京がそうだってさっき言ってたけどね。警告1位ははです、はい だかから何ですかいやマジ開き直りじゃなくて渓谷1位のチームあるよだって20チームでサッカーやってんだからだから町田のサッカーがファールが多くてそれによって悪っていうのはこれその人たちの哲学なんですよでこれはそこに苦しんできたハリル・ホジッチだったりベンゲルだったり日本で監督やってる人たちがいるのよだからファールイコール悪ファールはしませんスポーツマンシップっていう日本が思ってるこの哲学にのっとってそういうチームを応援しますっていう人はそういう人を応援すればいい俺は 勝つために、そのルールを徹底的に利用する。だから俺、自分のチームの選手にも、試合序盤にレッドカードになるようなファール出すなよとか言うよ。イエローも、トリーグの場合は、2枚で次の試合出場停止になるから、あれ、今季か3枚。まあ、2枚か3枚で停止になるから、基本出すなって言ってん特に監督官の指示ある。だけど、ファールで止めなきゃいけないときに止められない選手に対しては、そこちゃんとやってねっていうふうに選手に言ったことありますよ。でもこれを、今俺が言ったことを、いや、レオさん、ファールは全部ダメですよ。スポーツマンシップですから、しっかり正々堂々とやりましょう。って人とは、 ルルーがが違うから合わないよこれ議論がだって黒田さんは勝たせるために黒田さんが指示してるかどうかも分かんないけど町田のやり方としてファウルを判断として使うのはありなんだもんでその判断が間違った場合にイエロー出たりレッドで退場になってる試合があるんだから審判は審判の仕事する町田は加藤としてファウルを使う他のチームを使うでもその。 スポーツマンシップが大事ででそその哲学でやってる人たちはそれを使わないじゃあ使わないんだったら使わないで文句言えばいいんじゃないですかそれがロングスローダメだファールダメだってなるから。で僕は今まで日本代表はベスト16以上行ったことないですよ。でもフランスだったりとかブラジルだったりとかまあベンゲロの国フランスですよね。でブラジルもそうだしマリーシアっていうもんがあってそのファールをちゃんと判断として使えてる国全部日本より強いよね。どういうういいこととかっていうと ちゃんととファールを技術としてて使ってるからで僕は強いチームが日本にあってほしいし日本が強くなってほしいからファール多い何が悪いファールしっかり使うべきファールでイエローになるファールでレッドになる退場になるそれによって報いを受ける負けるだったら町田だあるでも勝ってるしでこの間の試合俺勘違いしてるされてるけど広島が強いって話をしてるから。 あの試合ね1失点目見てください町田のファールで止めたら失点してないから球際の連続広島に負けてファールで止めれるところを止めなくてそのまま裏にボール出されてるからねだから使うべきところって使えてない時は失点してんだよそ<う>だからもう別にあのファール多いとか町田のファールが他のチームより多いスタイルを批判するのはいいですよだってそういうものだしプロのサッカーってで俺も良くないチームにはこの戦術が良くない技術的にこの選手がっていう話とかするしねあともう圧倒的な後押しするよ遠藤航のファールみんな褒めるだろう <laughs> 遠藤航のファールは戦術的ファールだリバプールのためになってる遠藤航自身もファールで止めるって言うじゃん遠藤航のファールはめちゃくちゃみんな称賛するんだよで遠藤自身もファールを使ってるって言ってるんだよなのに町田だと ファールひどいわ。遠藤のプレーだって荒い時あるよ。そう。だから松田樹が妬みですよ。一緒に対談した時の僕、坂井宏樹さんとの対談みんな見てくださいよ。坂井宏樹さん俺に言ってるからね。見えないところでずるいことやってますと。遠藤渡る坂井宏樹、誰もが認めるこの日本の二大守備者がそれでやってんだよ。この人たちを任すぐらいファール全くしない選手のチームで最強のチーム作るんだったら、それはそれでかっこいいと思うよ。そっちの哲学の今回は勝利ですねっていう。僕はこのチャンネルは合理的な 勝つ確率を高めるサッカーをしてる選手だったり監督だったりチームを称賛して合理的な論理的な解決法だったり説明をみんなにするから遠藤を認める人ばっかり酒井宏樹認める人ばっかりファールを効果的に使うチームが強いってなると町田はそれは擁護するよねでこれが嫌だっていう人ファールが多いの嫌だ荒いのが嫌だっていう人じゃあそういうの全くやらないチームを応援してでちゃんとその辺をヘイトアピールして 町田にみんな審判がそういう風に情を傾けるようにやればいいんじゃないですかっていうみんなに言う権利があるからみんなが町田を応援しなきゃいけないわけじゃないしっていう話です私レオ・ザ・フットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか 多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リー排輩出を目指す僕らとしては、ステップアップも大関係です。概要欄の URL らのご応募お待ちしております。